オロサルは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカドバイショミーニョに属する。スペイン国立統計局によると、2010年、の人口は6595人である。カスティーリア語による表記は、エルロザル。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は96.21%。オロサルは、ポンテベドラ県の南西部、ミーニョ川の川口岸に位置し、 コマルカドバイショミーニョに属する。隣接する自治体は、北がオイア、南がア・グアルダ、東がトミーニョと、そしてミーニョ側の対岸はポルトガルである。自治体の中心地区はオーローサル教区のオカルバリオ地区である。中世には、首都修道会のサンタマリーアでオイア修道院の所領であった。1847年にアグアルダから分離し、 自治体をロサルが創設された。1879年には、時の国王アルフォンソ12世より、ビーラの称号を受けた。オロサルの経済活動は、基本的に、農業、林業、牧畜業に依拠しており、その他には、沿岸漁業がある。また、この畜産のワインは、ディオーリアス・バイシャスとして知られる。自治体主張は、 ガリシア国民党のヘススマリーア・フェルナンデス・ポルテイラ自治体表議員はガリシア国民党9ガリシア社会党3ガリシア民族主義ブロック1となっている。オロサルは4の教区に分けられる。フトジは自治体中心地区のある教区。ネーラ、カルロス、エイブルーシャンのウソ・トゥゴリーゴ・ポル・カンチェローズ、プロザ・プブリカ、HTTP プロザ、ガル、リクターソ、1263、エボルシオノウソトゥーゴリーゴポールカンチェローズ、AB、ディースヤナージーグラフコエレストロドデガリツヤボリューム16、P264 から266、ジゲルプブラケーションス、2009、ISBN978 から8461358380、 パブロスヨネスデエチョデスデ1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボースシフレスオフィシアルズデパブレーシアンリザルトンツゲラレビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でデエネロありがとうございます